ビッグカメラ、株式会社ビッグカメラ、ビッグカメラインクは日本で家電量販店を経営する企業。群馬県高崎で創業、東京都池袋に本店を置き、2014年8月現在16都道府県に直営34店舗を展開。業界第2位。子会社に小島、ソフマップなどがある。1968年に 群馬県高崎市で創業1978年に東京支店後に池袋北口店に改装、閉店を開店し池袋に進出した。創業当初はカメラ専門のディスカウントストアであったが、その後家電、パソコン等の販売に参入。1990年代以降は種類、ゴルフクラブ、寝具、高級ブランド品、自転車、玩具など、 多様な品目を取り扱っている。パソコン販売については、従来より行っていた販売を強化し、1994年に株式会社ビッグパソコン館を設立。その後も精力的に出展していたが、2000年以降のパソコン販売の下落を受けて、2003年ビッグカメラ本体に吸収が併した。その後2006年には株式会社ソフマップを連結し会社化。 中古パソコン等の買い取りにおいて高いノウハウを持つソフマップはビッグカメラ機出店地域における売り場拡張のほか、秋葉原をはじめとしたビッグカメラ未出店地域を間接的にカバーしている。また、多くのビッグカメラ店舗にてソフマップのカウンターを設置しており、その中にはインショップとして中古販売、PC、パーツ、ソフト、ゲームを行っている店舗もある。 拡大路線の一環として、家電量販売上高6位の株式会社小島との間で資本業務提携契約を締結し、2012年6月26日より、小島の行う第三者割当増資により3900万株を取得し、50.06%の議決権を取得するとともに役員を派遣して、同社を連結し会社化。これによって、 駅前型店舗と郊外型店舗を合わせ持った家電量販店グループとなった。両社を合わせたグループ全体の売上高は業界2位に相当している。また、以前ベスト電機と資本、業務提携を行っていた、現在は解消関係で、当時ベスト電機の連結子会社であった旧桜屋の一部店舗を引き継ぎ、これらの店舗は全てビッグカメラに転換している。ビッグ。 ビッグカメラを、ビッグ、ビッグ、カメラとする語用が多く見られる。この綴りに関して、会社の公式発表では、ビッグ、ビッグとは、英語の方言で、外見だけでなく中身も大きいの意である、元はビッグ。創業者の荒井隆史は、バリ島を訪れた際に、現地の子供たちが使っていた、ビッグ、ビッグという言葉に、偉大なという意味があると聞いて社名に使ったと述べている。 大型店の出店傾向として、2001年に、有楽町祖号が撤退した読売会館、1から6階と近いに、有楽町店、現、有楽町本館をオープンさせた。これ以外にも百貨店跡地への出店が多い。2000年代後半以降は、JR 各社が再開発により、新たに建設する駅直結施設内への新規出店、及び移転を進めており、 2008年3月の新横浜店移転以降、水戸駅店までの新規出店、ベスト電気関連の店舗や桜屋からの継承店舗は、除くは全て駅直結施設内への出店である。2010年代時点では、駅ビル建設に合わせて、小型政令指定都市駅前、及び地方中核都市駅前への出店を強化しているほか、アウトレット事業の開始に合わせて、 従来の出店場所とは異なる戦略を打ち出すとしている。また、赤坂見つけ駅店、ベルビー赤坂への犬木出店や、広島駅前店、ビッグフロント広島への入居など駅直結施設への出店も継続して行っている。詳細な商品情報を求める客に対応すべく、販売部門ごとに知識、経験の豊富な店員を専門販売員として配置している。 左腕につけた緑色の暗証が目印。また、まとめ買い需要、一人暮らしや新婚時の家電一式購入、法人向け景品などに応える、まとめ買いアドバイザーを19店舗で導入している。客と共に、各販売フロアを回って、トータルコーディネートを行い、会計も最後に一括で行う。なお、原則として、電話、またはウェブによる、事前予約が必要である。 レジカウンターでビッグポイントカードと呼ばれるポイントカードを発行していて、これを提示することにより、購入金額に応じたポイントを蓄積することができる。蓄積されたポイントは、次回の生産時に現金の代わりとして使用することができる。また、2005年より、携帯電話各社のお財布携帯に対応し、店頭での手続きと専用アプリをダウンロードするとで、携帯電話を対応レジで、 ビッグポイントカードとして利用できるビッグポイント機能不携帯サービスを実施していた。2017年8月現在はスマートフォン向けアプリを提供しており、同アプリでポイントカード機能も利用できるようになっている。楽天市場などと違い、ポイントを利用した分にはポイントがつかない。個会社化したソフトマップや小島のポイントサービスとは統合されていないが、小島および ソフマップ店舗での支払いにビッグポイントカードのポイントをそのまま使用することが可能となっていまた、各店舗カウンターにカードを持ち込んで手続きすることで、ビッグポイントとソフマップポイントの相互交換、及び小島ポイントからビッグポイントへの交換を行うサービスが導入されいる。2016年12月現在はさらに進んで、相互交換の手続き必要なしに、各店舗で ポイントの加算、利用が可能になっている。ベスト電気の子会社であった桜屋の一部店舗がビッグカメラへ移された際にも桜屋のポイントをビッグポイントへ1対1で移行するサービスが2010年3月1日より行われていた。2012年3月に日本航空イオンと共同で JAL マイレージバンク機能とワオン機能を追加したビッグカメラ JMB ワオンカードを 発行開始した。同カードでは買い物の際のポイントをビッグポイントにするか JAL のマイルにするかを選択できる。ユニクロとの共同出店店舗ビッグロではビッグポイント1500点を1000円分のクーポン券に交換しビッグロ内のユニクロの売り場に限り使用できる。クレジットカードにビッグポイントカード機能を搭載した定型カードを複数発行している。 カード種別によってクレジット支払い時のポイント還元、減算率は異なる。また、店舗以外でのショッピング等の支払いによって、ビッグポイントが加算されるカードとされないカードがある。括弧内は、発行するクレジットカード会社を示す。2009年7月、より子会社日本 BS 放送の BS11 で、ビッグカメラタイムセール TV という生放送番組を、 放送している。ビッグカメラ店員が生出演して、商品紹介を行う。放送は毎週金曜日で、11時、14時30分、17時30分、19時と4回、いずれも1時間枠放送する。2012年4月より、ビッグカメラテレビ通販本店と名乗っている。また、b s イレブンとは別に、 同じビッグカメラタイムセール TV というタイトルで2011年10月から2012年3月まで独立局でも毎回後6局の同時ネットにより同様の生放送を行っていた。独立局13局すべてで放送実績がある。一部は上記日本 BS 放送の放送を同時ネットすることもある。主に土日の放送が多く。 多くの独立局が JRA 競馬中継放送後である15時代、または19時代の放送が多い。これは同じく独立局で同時ネットされているジャパネットた方の生放送とほぼ同様である。2012年4月以降は再度土曜日にジャパネットた方のテレビショーングを放送するようになった。代表的なビッグカメラの CM 提供番組に 関するエピソードの見シるす、独特の CM ソングに載せた、大量のテレビ CM、ポイントシステム、店舗の立地条件などの点で、ヨドバシカメラ同様の経営戦略、マスメディア対策の思考を持つ。テレビ CM 等においては、タバコ屋の娘の替え歌、札幌、池袋、秋葉、横浜、名古屋、名古屋 JR ゲートタワー、大阪南場、福岡天神の全8種類。 が使用され、オリジナルの池袋、秋葉以外は、一般公募によって歌詞が作られている。また、ビッグロ、新宿東口新店は、新しい歌詞が作られ、CM などでは2番までしか使われないが7番までや、水木一郎が歌唱している。なお、関西で展開しているカメラの何話も、同じ曲の替え歌を用いている。ビッグカメラの CM ソングは、 タバコ屋の娘の替え歌である俗用、タンタンタヌキと同じように初めの4小節だけを二度、繰り返して歌う。池袋バージョンの歌詞は創業者である、荒井相談役によるものである。原稿アレンジの池袋版が、家電量販店の CM ソングを集めた、コンピレーションアルバム、エレクトリックパーク、ポニーキャニオンに収録されている。池袋東口のオープン初期は、 当時の名物店員が3割4割引きは当たり前。ここが安さのビッグカメラーと絶叫するものであり、その店員がスーパーマン風のコスチュームを着た激安マンに憤していた時期もあった。突起なき限りテレビ東京。放送エリアに店舗のないテレビ局、三重テレビは名古屋版を放送や店舗のない地域にも放送される。 BS ジャパンが提供番組をスポンサードネットされる場合、主に企業そのもののイメージ CM、またはインターネットショッピング、ビッグカメラ .com の CM が放送される。前述のように、ビッグカメラは2012年6月26日より、小島を連結し会社にしているが、それ以前においても、同業となる他の総合家電量販会社との資本提携。 経営統合を模索してきた歴史がある。2007年2月8日、家電量販売上げ高2位の株式会社エディオンと、同5位の株式会社ビッグカメラが、資本、業務提携を発表した。今後2年間で経営統合を実施して、業界1位の株式会社、山田電機、2006年3月期決算、1兆に839億円、と肩を並べる1兆1。 950億円、両社合算の2006年度3月期決算規模になる予定だった。しかし3月30日、両社は上期経営統合協議の中止を発表した。その理由は、ビッグカメラがエディオン参加に入るとの報道に、ビッグカメラ経営陣が不満を抱き、協議中止を申し入れたためとされる。業務提携に関しては、 予定通り継続して進めることも同時に発表された。その後、ビッグカメラがデオデオの本拠地である広島市やエイデンの大型店がある浜松市に進出し、エディオンとビッグカメラが競合する地域もある。この両社の業務提携は2009年2月8日の期間満了で契約を更新せず、エディオンとビッグカメラの業務提携は解消された。結局、 相互の取締役派遣は中止し、取得した株式については、両者で協議することになった。2007年9月20日に、当時ライバル企業の山田電機が、株式の取得を進めていた、株式会社ベスト電機との間で、資本、業務提携契約を締結。10月5日に、ベスト電機の第三者割当増資により9.33%の筆頭株主となる。その後、 ベスト電機広島本店をビッグカメラベスト広島店としてリニューアルするなどした後に同店舗はビッグカメラとしては閉店し再びベスト電機の店舗に戻って営業していた提携終了後広島駅前に場所を変えビッグカメラ単体で再出店その後2008年8月と10月にベスト電機株式を追加取得して15.03%まで比率を上げ 同社を持ち分法適用関連会社としていた。2009年3月19日にベスト電機90%ビッグカメラ10%の出資で株式会社 B&B を4月に設立することで合意し、その後実際にベスト電機の大型店舗数店舗がビッグカメラのフランチャイズ店舗としてリニューアルされ運営されていた。なお現在はこれらの店舗はビッカメラとしては 全店閉店し、再度、ベスト電機に戻っている。また、2010年2月をもって、全店舗閉店したベスト電機の100%子会社であった、桜屋の店舗のうち、新宿東口、船橋、成績桜ヶ丘、相模大野の4店舗を引き継ぎ、同年2月21日から3月4日までに、順次、ビッグカメラとして開店した。これらの桜屋から引き継いだ店舗については、 現在もビッグカメラとして営業を継続している。ビッグカメラは2012年5月11日の小島との資本業務提携発表当時にはベスト電機との関係は現状を維持するとしていた。その一方でベスト電機は2012年7月13日の山田電機との提携発表時にビッグカメラとの業務資本提携の解消を申し入れているとしていた。 結果的には2012年12月21日にビッグカメラからベスト電気に送られていた役員2人が退任。2013年3月31日に正式に提携解消した。ビッグカメラでは以下の商品券、電子マネー等が利用可能。印の決済方法の場合クレジットカードに準じた決済となるためビッグポイントは2%減算の上還元される。 ビッグカメラは2002年に池袋本店などの不動産証券化を実施し、新宅受益券を約290億円で有限会社さんさん、マネジメントに売却し、2007年に買い戻している。それに関する2008年2月中間決算での生産金約49億円の利益計上が虚偽記載に当たるのではないかと問題になった。 有限会社さん3マネジメントの290億円の調達のうち14億5000万円がビッグカメラからの列ごと組め組合出資であった。また、有限会社さん3マネジメントの全持ち分を有する K 万諸島の SPC は、麦決権優先株式すべてについてビッグカメラが保有していた。これだけであればビッグカメラのリスク負担額が約5%であったため、 会計処理場、ビッグカメラが売却取引として処理して、問題吐く、実際にそのように処理されていた。しかし、290億円の調達のうち75億5000万円が、株式会社都島企画からの優先特命組合出資であった。し島企画は2002年8月に、形式上無関係の3名が出資して設立された会社であったが、その出資は、 ビッグカメラ関連会社の東京企画の保有現金から事実上なされたもので会計処理上東京企画から荒井社長当時への貸付金として処理されていた。また、豊島企画の出資した75億5000万円は荒井社長当時の保有するビッグカメラ株式を担保として借り入れた金であった。そのため、戸島企画は実質的には荒井社長 当時が支配する会社でビッグカメラの子会社に当たった。そうであればビッグカメラのリスク負担額は約31%であり、信託受益権の売却はビッグカメラからの金融取引として処理されなければならないのであり、虚偽記載に当たるのではないか問題となった。これを受けて2009年1月16日に東京証券取引所は ビッグカメラ株式を管理名柄審査中に指定。ビッグカメラでは2009年2月20日に7期分の可燃度決算を修正するとともに責任を取って荒井会長当時が相談役に退いた。証券取引等監視委員会はビッグカメラと荒井元会長へ課長金の納付命令を行うよう金融庁に勧告した。金融庁は 新井元会長については違反事実がないと決定した。その後、2009年3月24日には、訂正内容は重要ではあるものの、その影響が重大であるとまでは認められないとして、管理名柄指定の解除はなされ、上場は維持された。社員に対するサービス残業が常態化していたとされ、それに対して元従業員が残業代の支払いを求めて提訴。 2004年11月には、労働基準法違反、割増賃金未払い等容疑で、本部ビルや店舗など、計4箇所の家宅捜索を受け、荒井社長、当時を含む役員ら8人が、労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁へ、書類送検されるに至った。これら一連の経緯を経て、2004年12月、ビッグカメラ労働組合が結成、UI 前線同盟に、 加盟され、2005年3月に会社は未払いだった賃金約30億円を従業員らに支払った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。